オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは仏式葬儀の起源についてご紹介しております。現在日本の葬儀の9割以上が仏式であると言われていますが、仏式葬儀の形式のルーツはどこにあるのでしょうか。日本で現在行われている仏教葬儀で見られる慣習のルーツは、釈尊の涅槃直前の様子や釈尊の葬儀などを起源としているものと言われています。それを見ていくことにしましょう。釈尊は長い伝統生活の後、老年を迎えて体の衰えを隠せなくなった自分の最期を感じ、南方の曲田国から数百人の弟子を連れて北方に向かって最後の旅に出ました。旅を続けておよそ半年後に釈尊は朽ちながらで死を迎え、時に80歳だったということです。釈尊の最後の言葉として、釈尊は最後まで意識がはっきりしており、枕元にいる修行僧たちに最後の言葉を残しました。それは、修行僧たちよ、お前たちに告げよう。もろもろの事故とは過ぎ去るものではある。怠ることなく修行を完成させなさい。これが最後の言葉でした。入滅したのは満月の夜と言われ、我が国では2月15日に涅槃宴が営まれています。釈尊が亡くなりますと、人々は嘆き悲しんで、一目でもいいから仏を拝むことを願いました。アーナンダはこの願いを聞き入れて、大勢の尼や女性信者たちに前に進むことを許しました。そこで女性たちは遺体に近づき、さまざまな香や花を捧げ、アナリスを始め、多くの弟子たちは釈尊の遺体の左右にはべって教えについて語りながら夜を明かしたということです。今回のシリーズは仏式葬儀の起源。今日はその中で釈尊の最後の言葉と最後のお別れと通夜についてご紹介しました。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただけます。また皆様からの質問やご意見ご感想も募集しています。お寄せいただきました方には、葬にまつわる体験談集時を超えてをもれなくプレゼントいたします。ご意見ご感想は住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm、 ファックスの場合は0742248422、おはがきの場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西野深夜町43、奈良 .fm オフィスシオンの係までお送りください。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りしました。